はい、今日は、13×13×13 の開封の儀をしたいと思ってます。今まで持っている、キューブ、古いやつは壊れてしまって捨てたやつばっかしなんですけれども、最近買い直して、こんな感じで、2×2、3×3、4×4、5×5、7×7、10×10 っていうのを持ってましたが、ついに、今、市販されているもので、一番大きいという 13×13 を買いましたので、そちらを、今から開封したいと思います。じゃあ 13×13 いきます。これです。でかいです。映りませんね。ちょっと引き目に行きましょうか。はい、これが 13×13。 まだパッケージ開けてません。じゃあそれでは開けていきたいと思います。はい、パッケージから取り出した中身ですね。ステッカーが、別で入ってましたね。で、これは転写シールでしょうか。で、これが本体です。本体はこういうふうに、プラスチックのですかね、梱包材の中に入ってます。トライボックスで購入したため、トライボックスの方で検品がされているということで、すでにもうパッケージは開いている状態ですね。はい。で、中には、こんなものが入ってました。はい。では、大きさを確認していきましょう。開けたばっかしのパッケージはこんな形になってます。ちゃんと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ありますね。一般的な 57mm の大きさのルービックキューブです。57mm って考えるとやっぱし大きいですね。2個半分ぐらいありますね。では、4×4、57mm のやつと比べるとこんな感じですけれども、やっぱし30センチぐらいあるんですかね。これ 7×7 ですね。はい、 7×7 と比べましょう。 7×7 に比べれば2倍ないですから、コンパクトって言えばコンパクトの方だと思います。次にじゃあ、10×10 と比べてみましょうか。はい、これは 10×10。 どうですか？ 10×10 とあまり大きさ変わんないんじゃないですかね。1個ずつのキューブの大きさもこっちの 10×10 のキューブよりも小さくなってますんで、その分、コンパクトになってるんじゃないかと。で、持った感じなんですけれども、こっちの方がずっしりしてます。 10×10 はそれなりに、重いといえば重いんですが、13×10 の場合は、13×13 の場合はもう本当にすごいずっしりして持てないです。これをずっとやり続けるっていうのは、はっきり言って、なんかこういうふうにテーブルの上に乗っけないとダメでしょうね。はい。以上が、13×13 の、開封レビューでした。そうですね、この後、13×13 の、解き方ではないですけれども、そういったのも、アップしていきたいかと思います。感想とか聞かせてもらえれば、励みになります。よろしくお願いします。